父様、お母様、十太夫は必ず勝が討ち果たします。新三郎さん、やっぱり田代の犬になりさがったんだね。父や母があんなに信じていたのに。新三郎さん、この場で腹を切っておくれでないか。あの世に行って父や母に詫びてほしいんだ。黙れ。真壁殿といえば家中でも右に出るものないほど高潔な人柄だった。その父上に何が起きたかおよそ察しがつくで。その書きつけを返してください。